皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回も eFootball 2022情報を紹介していきたいと思います。はい、ということで今回は継続プレー得点考察と、今回11名がね、対象として発表されたんですけど、その中で当てたい選手などを紹介していきたいと思います。先日発表された継続プレー得点なんですけど、11名に関しては名前だけでどのタイプになっているのかわからない状態プラス、前作は5名もらえたんですけど、今作はなぜか2名しかもらえないということなので、その中でも当てたい選手なんかを紹介していきます。で、受け取る条件なんですけど、9月16日時点でウイニングイレブン2021マイクラブでアイコニックを保有している数に応じてガチャ券がプレゼントされるということで、最大は2名となってます。なので今からアイコニックをね揃えてもちょっと遅いということですね。まずはこの11名のレジェンドたちがどのタイプなのか考察していきたいと思います。これは Twitter のリプライで教えてもらった内容なんですけど、フォルランはレジェンドバージョンにはいませんし、さすがにアイコニックの能力の選手が来るかということで、確かに的を得てるなということで、フォルランはアイコニックバージョンしか出ていないので、他選手はねアイコニックレジェンドそれぞれいたりするんですけど、さすがにアイコニックしかいないフォルランに合わせてくるんじゃないかなということと、アイコニックのみでも何タイプかいる選手はいるんですけど、基本的には2021で新たに登場したアイコニックがベースとなってくるんじゃないかなというところで、この2点を考察していきます。ということで、この2点に当てはめると、この11名このような感じになります。候補になる選手がいるので、そちら紹介しておくと、まずカーンとベッカムに関してはクラブエディション版も2021では出ております。あれは2021の購入特典という位置づけであって、限定のものという見方ができるので、こちらのバージョンになってくるんじゃないかなということと、ベッカムに関してはレアル版も存在しますね。ただそうなるとレアルがロベカルいるので2枠になってしまいます。わざわざパートナークラブではないクラブから2人出すこと考えにくいので、ここはユナイテッド版のボックス2ボックスベッカムになるんじゃないかなということ。そして中田選手に関しては2021で新ガチャとしては出ていなくて、出てきたのがアプリの J リーグ版のみということで、チーム補正の概念がなくなるのであれば2022では、この可能性もあるかなと思ってものの、PS4 には J リーグもないですし、そもそも PS4 に2021で登場していない選手が継続得点になるっていう違和感と、他ローマのアイコニックが今回対象に入ってないと考えると、ローマはパートナークラブでもありますし、ポイント交換にはこの中田選手は出ていたので、そうなるとこのローマ版の中田選手は来そうかなということ。そして最後フォルランなんですけど、ここは非常に迷って、アトレチコ版かユナイテッド版かの問題なんですけど、どちらも可能性は残してます。アトレチコでいうと前作の得点にアトレチコ・トーレスが入ってきてましたし、バイエルンアーセナルも2名搭載になっているので、ユナイテッドも2名搭載になる可能性は残っているので、どちらの可能性も残しつつではあるんですけど、今回希望込みでこちらにしています。はい、ということで、予想としてはこの11人になるんじゃないかなというところです。はい、ということでここからは今回の11名の能力と個人的な評価なんかを紹介していきます。あくまで評価自体はゲーム内のものなので実際の選手の評価ではありません。5段階評価つけていくんですけど、評価基準としてはこのような感じです。で、来作能力カスタマイズなど、仕様が変わる可能性はあるんですけど、2021ベースで今回は出しています。能力は補正していないレベルまで一応は出しております。それぞれの選手の紹介で話している内容は2021ベースで考えているので、そちらも参考程度に見ていただければと思います。はい、まずはトップバッターゴールキーパーカーンですね。初期としてはゴールキーパーいるのは助かるかなとは思うんですけど、2021でも後々いいゴールキーパーが来れば使われなくなるっていうことはありましたので、その可能性はあるかなということになりそうです。あとはプレイスタイルの好みですかね。来作右スティックカーソルチェンジの範囲が狭くなるので、裏ケアがちょっと難しくなると思うんですよね。ディフェンス裏のスペースに結構パス来ること増えると思うんですけど、それをカバーしてくれる攻撃的 GK の方が個人的にはいいのかなと思います。となるとカーンは守備的ということで、その点もちょっと不利に働くかもですね。あとはゲームとして身長が高い方が有利ということで、その辺も気になるところです。その点含めた評価にはなります。はい、次がプジョルですね。ディフェンスライン全てこなせる点は他のディフェンダーにはない魅力かなとは思います。ディフェンス系スキルも含めて問題なくて、ハードプレスという、来作フィジカルが強いディフェンダーの活躍はトレーラーでも周知の通りですよね。来作ビルドアップが難しいらしいので、ワンパンを持っている点、そういうディフェンダーは貴重な存在になりそうです。ただ来作はディフェンススキルが増える分、ワンパが削除になる可能性もちょっとあるかなと思っていたりもします。プラス高さ考えるとセンターバックよりサイドバック向き、ここで限定されてしまうのと、スタミナの低さは気になるところですかね。この辺能力カスタマイズでどうにかなるのかわからない部分なので、一応この評価としました。続いてキャンベルいきましょう。ウィニングイレブンで登場しているレジェンドの中で随一の高さを持っているのがこのセンターバックですよね。高さだけじゃなくてスピードや強さを兼ね備えるセンターバックで、特に裏抜けされた時のフォワードの選手を追う場面ですよね。このスピードは生きてくるはずなので、そこも魅力に感じています。CB としては申し分ない能力だと思います。ただ一点気になるところで言うと、やはり足元の低さはね、気になるところなので、これは慣れれば問題なくといったところだとは思うんですけど、2022の序盤はちょっと気をつけて使いたいところかなと思います。はい、次がロベルト・カルロスいきましょう。こちらは超攻撃的なサイドバックで、左利きのセットプレーのキッカーとしても優秀ですね。スピードやキック力を生かした攻撃参加、かなり魅力的な部分です。来作パワーシュートっていうのがあるので、それ絶対打ちたくなるやつですね。間違いなく攻撃のアクセントにはなると思います。ただ懸念点としては、守備力だったり高さの不安だけじゃなくて、来作コンセプトアレンジが一旦廃止になるので、サイドバックに置くことによるリスクの高まりと、そもそも 4CB 可能になると使われなくなる可能性がある選手なのかなというところですよね。続いてベッケンバウアー、中盤とディフェンスをこなせるユーティリティでありながら、攻守バランスのいい能力、スキルが武器ですね。何でもそつなくこなせる点は序盤は結構助かりますし、特に選手の少ない序盤はポジションを複数埋めてくれる選手でもあるということで、これはかなりプラスな面が大きいんじゃないかなと思います。ただ補正して2021は使っていたという方もいるかもなので、2022は補正という概念なくなりますし、スタミナ86なので、中盤だったりサイドバックで使うときはちょっと不安材料かもしれないですね。はい、次は中田選手です。ここから中盤ですね。まずはスパサブ持ちなんですけど、中盤でスパサブという圧倒的な特徴にありながら、空中戦以外85超えという、攻撃性能。これにスパサブ効果付きで間違いなく得点11名の中でも唯一の輝きを見せてます。来作ムービングが廃止になるので、チャンスメーカー発動ポジションでさらに使いづらさは増しますし、ポジション限定になったり使われないといった点もある、使用に泣く選手になる可能性もちょっとあるかなって思ってます。そんな中田選手を救う点としては、中盤より前の選手でスキル枠が空いてるんですよね。その辺カスタマイズができる点は強みになるので、そこは希望が持てるかなと思います。スキル枠複数空いてるので、ここに複数スキルをつけることができるとでいうことであれば、かなり評価は上がるんじゃないかなとは思いますね。続いてビエラですね。ボックス2ボックスという、今作プレイヤーがどうしようもできない点がね、多い中で、攻守に仕事をしてくれるこの選手の存在は大きいですし、ビエラの強さは過去作でも証明済みですね。レジェンド版から結構強かった選手が、今回弱くなるはずはないと考えています。中盤にこの高さ、速さ、強さがあると、攻守にわたる貢献度は高いはずですし、できたらセンターバック適性が欲しいところですかね。欠点で言うと高さなんかもあるので、少し重みの部分はもしかするとっていうところですかね。はい、次はベッカムですね。2021の購入得点のベッカムが異常すぎて使われなかった B2B ベッカムが、ようやくスポットライトを当たる場面がね、やってきそうです。パスやセットプレーはもちろん、サイド攻撃からのクロスで得点を狙えるキラーパスならぬキラークロスが出せる選手です。サイド、中央とどの監督でも使えるポジションが確保できる、プラス能力ほぼ95以上の能力、疑う余地はありません。ビエラと同じボックス2ボックスなんですけど、PS4 だとクロスアーベッカムを使う方が多い中で、プレイスタイルの違いからこちらの方が使いやすいと感じることもあるかもしれないですね。その辺も期待できるんじゃないかなと思います。はい、最後フォワード見ていきましょう。まずはインザーギから、ラインブレーカー、スーパーサブということで、足の止まったディフェンダーに牙を向くフォワードで、圧倒的得点感覚でゴールを狙うストライカーです。ワンパも含めたスキルにもこの選手の魅力が詰まってますね。ただ個人的に2021ミラン補正していてもスカットに入らなかった選手でもあったので、補正がなくなる2022どうなるかなというところ、その点がちょっと不安なのと、ドリブルゲーと囁かれている中で、この足元の低さはちょっと前線の選手影響でかねないかなということで、この評価にしました。はい、次がフォルランですね。ほとんどの能力90前後でまとまっていて、ワンパス、ルーパス持ち、ラインブレーカーとして、OMF など複数ポジションも活躍見込めますし、今のところ発表されている仕様でも弱くなることはないんじゃないかなというところです。ユナイテッド補正していた方にとってはちょっと不安があるかもしれないですけど、アトレチコ版のボックスストライカー版にならないことを願うばかりです。個人的には結構評価している選手なので、来てくれると嬉しい選手ですね。はい、最後ロマーリオいきましょう。こちらはボックスストライカーということで、ボックスストライカーといえば大きくて強くてというイメージがある中で、ロマーリオはその特徴の真逆ですね。小さくて小回りの利くボックスストライカー。同じようなタイプの選手が他に見当たらない選手ですね。足元の能力だったりドリブルやキープもしっかりできそうですし、足の速さだったりスキル1個空きということで、ここにね、能力カスタマイズ、スキルカスタマイズなんかができると、さらにいろんなね、バリエーション作れそうですね。ボックスストライカーの動きがものすごくひどくないのであれば、A プラ評価は硬いのかなというところです。はい、ということで評価見ていただいた上で、個人的に引けると嬉しいベスト2、今回この2名にしました。キャンベルとベッカムですね。で、今回フォワード入れなかったんですけど、先日発表されたプレイヤーパック前線の選手多くて、ここで8回引ければフォワード結構揃うはずなので、中盤より後ろを固めたいと思ったプラス、ベッカム選んだポイントとしてはパワーシュート、パワーパス、こちらがやはり2022の魅力の一つだと思うので、それが高いレベルでできるのが得点パス能力がトップレベルのベッカムかなと思ったので、こちらにしました。ビエラの方が先ほどの評価は高かったんですけど、今回はベッカムの方をチョイスしてみました。で、キャンベルに関しては、センターラインからね、個人的に作っていきたいので、この中でセンターバックで使いたいということであれば、やはりキャンベルかなということで、この2名をね、個人的にはベスト2として選びました。皆さんのね、ベスト2なんかはぜひコメントで教えてください。はい、ということで今回購入特典アイコニックについて考察紹介していきました。いかがだったでしょうか。前作の場合は、クラブエディション5人プラス継続特典もアイコニック5名もらえたので、少々爆死してもなんとかなったんですけど、2人だと結構爆死できない環境にもなってますよね。来作の序盤選手補強なかなかできないということで、先日発表されたプレイヤーパック、ここを買うべきなのかっていうのがね、今後論点になるのかなというところです。なので次回の動画では約3500円のプレイヤーパック買うべきなのかについて紹介していきたいと思います。興味あるという方はぜひそちらもご視聴お願いいたします。こちらのチャンネルでは e フットボールについて情報を発信しております。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録よろしくお願いします。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。